照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備が。さあ、そしてバッターボックスには海老名が入ります。さあ、長打が出れば一気にサヨナラもある場面です。ここはしっかりつないで、それからサヨナラですね。なるほど、そうですよね。初球ボール球です。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。同点のランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、ベイスターズ同点、3-3、振り出しに戻りました。さあ、そして打席には戸柱が入っています。さあ、チャンスが続きます。ここで一気に決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。初球打った、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、帰った帰った、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。 DeNA ベイスターズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね、本当に素晴らしい表情をしています。勝った DeNA ベイスターズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。